ンドクレの GPS スタジオ。はい、決まった。めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗だった。はい、始まりました GPS スタジオ。早速今日は今回の企画に参りましょう、はい、今回の企画は、はい、意思疎通ゲーイ。同じ質問に対して同じ答えが出たら、そうですね、私たちの意思疎通がどれくらいできてるかっていうゲームですね。はい、皆さんもあの質問に対して何が出るかっていうのも、ね、そうですね、私たち同じ答えやったら私たちの意思疎通ができてるんですね。こうね、そうですね、三角形が描けてるので、はい、まあね、あの皆さんも一緒に考えてください、うん、それでは参りたいと思います。はい、お願いします。私からじゃあお祭りですね。お祭りといえばこれは祭りと結構絞られるくらいですか。お祭りの中のだから屋台ですね。ああ、何の屋台がいいかってことか。そうですね、食べ物でもいいし、まあなんかイベント遊ぶ屋台でもいいし、うん、みたいな感じで。おお、はい、まあ、これは合わせにいける。行こう、合わせに行きましょう。じゃあ行った。これね、絶対合うはず。合わせに行くから絶対合う。合わせに行くの、うんうんうん、ありきたり。チッピならこれ答えるやろなって思って答える。あ、そうですね、じゃあ私もビレ先輩やったらこれ答えるやろな。それやったら逆。そうですね、あ、じゃあ私に合わせてください。OK。 そして、そうですね、確かにこうなります。シンクロやばかったな今。そこだけはシンクロする。そこは意思疎通ができてる。皆さんその間に考えられましたか。いけました。じゃあ行ってみましょうか。行こう。よし、これは大丈夫、合わせてくれるって信じてますよ、うん、もちろん。せーの、わたがし。わたがし、素晴らしい、素晴らしい、奇跡、奇跡。めっちゃ嬉しい。今のこの綿菓子ってなってるの。テンションやばい。リプレイ流そう。ほんまに、そのリプレイ。やっとあった。よかった。え、なんで綿菓子って言うと思いました。好きそう。好きです、めっちゃ。綿菓子の機械、ちっちゃい時にあってやってました。割り箸で。そうそう、プーさんの綿菓子機みたいなね。綿菓子好きそうやなって思って。でも自分やって何個食べた。ミレ先輩やったら射的。いや、マジでこうなってたな。え、お前射的でした。うん、福引きとかそっち系。あー、イベント系。そうそうそう、イベントって遊ぶ系で。すごいすごい。じゃあマジでこうでしたね。え、うちらできてるんじゃないですか。一冊一問あっただけで三問ぐだぐだでした。綿菓子の答えはめっちゃ多かったんじゃないですか。探しでも多かったかもしれん。おお、それは嬉しい。つながったな。そうですね、やっと。はい、一つできました。合わせに行って、やっと合わせに行ってやからました。よしよし。いや、射的やってた、めっちゃ嬉しい。おお、すごくないですか。お互いの好きなものとかはじゃあ分かってるんですよ。そう、多分ね。そうですね。それは絶対合わない。合わないな。まあ、とりあえずやってみましょう。なんで終わりや。チッピレスタジオ終わりです。